一応岩田さんにも聞いておきますええ本の隠し場所はどこでしたかと聞きますねはいエロ本の隠し場所ベッドの下でしょそんなさめちゃめちゃかっこいい顔で言われてもまあシンプルシンプルでしたシンプルにベッドの下でしたねベッドの下はベッドあのこうパカッて開くタイプだったのああいたいたいそう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  <laughs> カバーだけ変えてたはいなるほどね、はい、一応そこはカムフラージュとして表紙だけは「バキ」じゃない僕は「バキ」を呼んでますよそうそうそう僕は「バキ」ですよこれ新しいの出てきましたねこれ面白いですね分かりました